まあ、町田さんもこの大きな舞台に立つときっていうのはこう気持ちをどういうふうに作っていくかというのはどうやってやってらっしゃるんですか。いやもう前日あたりからもう勝負師の気持ちを作っていきますね僕は、はい、勝負師の気持ちなんですか、はい、これはどうかな抜けない、そしてアウトにする、ロングスローになりました。よくコントロールした球でした。ツーアウト、ご覧いただきましょう。ちょっとこれ素晴らしすぎるプレーというかね、大したもんですね、これでアウトにできるんですからね。そうですね、これでよく届きました。華麗な守備を見せてくれたという、素晴らしいプレー松井です。